おはようございます。今日はリンツアートルテです、リクエストをいただきまして、今回こちらトラディショナルのお菓子を紹介させていただきます、作り方もとても簡単です、クッキー生地を仕込んでフランボワーズジャムを流してそれを焼き上げるだけです。とてもシンプルで美味しいお菓子です。今回はですね、できるだけ機械を使わずに仕込みました。材料も手で合わせるだけでとても簡単なんですが、もしね、私がいつも使っているこういった、ミキサーですね、お持ちでしたらこちらで使っていただいても全然大丈夫です。最初にバターと砂糖をよく混ぜてよくほぐして、残りの材料をいっぺんに入れて回すだけです。機械で混ぜた方がよく混ざります。それとですね、今回16センチのタルト型を使いました。あとですね、今回こういったパイカッターを使ってみました。生地を切るのに使ってみたんですけども、包丁で十分です。今回ですね、少しだけ注意点があります。この生地とっても柔らかいです。ですので冷蔵庫や冷凍庫を使ってよく固めて成形するように心がけてください。それではいきましょう。それでは早速リンツアートルテを仕込んでいきます。まず最初に生地から仕込んでいきます。こちらね、3時間冷蔵庫で締めますので最初の工程となります。このバター常温で柔らかくしておきました。ここにですね、砂糖を加えてなじましていきます。それではまず砂糖の力を使ってバターをよくほぐしていきます。私これマリーズ使ってますが、木べらなんか使った方が楽ですね。あと袋に入れて揉んで柔らかくする方法もあります。小麦粉。ではバターがしっかりほぐれましたので他の材料を入れていきます。まず全卵ですね。次にカカオパウダーと、シナモンパウダー、そしてこちらバニラのさやを乾燥させて粉にしたものです。いやー、これね、最近見つけたんですよ。製菓材料店に売ってまして、バニラビーンズの代わりに使ってるんですが、実はねこれ作ることができるんですよ。余ったバニラのさやをよく乾燥させて、粉状にするだけなんですね。ミキサーなんかを使ってレストラン営業してますと、こういったバニラのさやがたくさん出ますので、こうやってクッキー生地に混ぜ込んだり、あとそうですね、オリーブオイルなんかとアンフィセさせて使ったりしましたね。もしね、次にプラリネを作る機会がありましたら迷わずぶち込んでください。とってもリッチなプラリネが出来上がります。ここでノアゼットプードルを合わせていきます。このアーモンドプードルではなくノアゼットプードルを入れることによってこのお菓子とってもリッチな味わいになります。シンプルなレシピのお菓子ですので、こういった材料一つで差がつきますね。そういえば日本で仕事していた頃、若い頃ですね、そこのお店のレシピではアーモンドプードルに対してだいたい2割ほどですかね、ケーキクラムを入れてました。洋菓子店、スポンジの端っこめちゃくちゃ出るんですよね。これをね、しっかりと乾燥させて粉状にしてアーモンドプードルで、その店はヘーゼルナッツではなくてアーモンドプードルを使ってましたが、それに混ぜ込んでガトーを作ってました。これがまたうまいんですよね。ね、よろしければ参考にしていただければと思います。こうしてまとめ上がった生地は最低30分冷蔵庫で休ませましょう。長くて3時間ぐらいですかね。30分経ちますと小麦粉が水分を吸って生地が安定します。あと冷蔵庫の設定温度によってバターの締まり方が変わってきます。私の場合だいたい3時間は必要でしたね。それでは次にフランボワーズのコンフィチュールを炊いていきます。今回はこの冷凍のフランボワーズを使います。
じゃあ砂糖ですね、ペクチンを加えます。砂糖とペクチンをよく合わせて溶けやすいようにしておきます。先ほど合わせた砂糖をフランボワーズの方に合わせて炊き込んでいきます。今回はペクチンが入ってますので、そんなに煮詰める必要はありません。こういった器に少量垂らして硬さを確認します。大体足りない程度ですね。これぐらい濃度がつけば大丈夫です。炊き上がったフランボワーズのコンフィチュールを別容器に開けてよく冷まします。まあ、このレシピ思った以上に美味しかったんで、グロゼリーのコンフィチュール、まあ赤すぐりのジャムですね、それを使ったものを一度試してみたいですね。今日は直径16センチのタルトリングを使います。ここにバターを塗っていきます。まあ、大体こういった感じで、型が抜けやすいように塗るだけなので、こういった感じで薄く塗ってください。で、生地を伸ばしていきます。冷蔵庫でしっかり休ませておいた生地をこれから伸ばしていきます。大体3分の2ぐらいですかね。こちらを使ってガトーの底の部分を作っていきます。綿棒を使って伸ばしていってますが、こちらね、もしくっつくようでしたら結構多めに1個打ってもらっても大丈夫です。生地の厚さは 0.5 ミリで伸ばしましたが、このガトー結構ね、生地が厚くても美味しくいただけますので、そうですね、まあ、0.8 ミリぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。生地を型に落とし込んでますけども、この時にですね、もう生地が緩くて脆くてどうしようもないっていう時は、迷わず冷凍庫で閉めてあげてください。そうですね、だいたい3分から5分間ぐらい冷凍庫の中で休ませてあげたら作業が楽になるはずです。生地の敷き込みが終わったので一旦冷蔵庫に移します。次にですね、先ほど残った3分の1の生地と台座に使った残りの生地を合わせて、タルトの上の飾りの部分、格子の部分ですね、作っていきます。こうしてですね、紙の上で柔らかい生地を伸ばしますと、とても作業が効率が良くなります。まな板を使ってこうやって伸ばした生地を平らにしていきます。あとは冷凍庫で締めてカットしていきます。冷凍庫で3分ほど休ませました。これからね、カットしていくんですが、この生地とってもくっつきやすいので、必要に応じて打ち粉を打ってください。カット幅はだいたい 1.5 センチぐらいですかね。切り分けた生地をこうやってばらして、もう一度冷蔵庫に保管します。まあ、打ち粉はですね、これぐらい打っておいても大丈夫です。こうすることによって生地同士がひっつかずに済みますね。次にですね、フランボワーズのジャムを落としていきます。私、このメッシュ状のシルパッドを使ってますので、そこが浮いてくる心配はないのですが、ベーキングシートを使って普通に焼かれる場合は、そこに軽くピケを打ってください。
そうすることで生地の浮きが軽減されると思います。ただしね、あまり大きく開けすぎますとジャムが垂れてきますのでご注意を。今回はですね、こうやってカットした生地を並べる方法を使ってますが、余った生地にバターや卵白などを足して軽くして、それらを絞り袋で絞って飾る方法もあります。それはまたいつかですね、黒ゼリーのコンフィチュールと一緒に紹介したいと思います。先ほど切り分けた生地を使ってタルトの縁もきれいにしていきます。まあ、この縁はですね、後でアーモンドスライスを飾りますので神経質にならなくても大丈夫です。組み上がったガトーにですね、塗り玉を打っていきます。この塗り玉はですね、全卵を溶いたものです。表面のツヤ出しと、あとはアーモンドスライスの接着用に。あとはオーブンで焼くだけ。お疲れ様でした。生地余りましたよね。クッキーにします。余った生地を伸ばして型を抜いて成形して、お好みのトッピングを乗せたら160度のオーブンで焼いて出来上がり。ボナペティー。